どうもアガポニです。今回は王庫の調度品についてです。これはマスターランク6になった後に調査隊員のスーから受けられるサイドクエスト、頑張るお供に素敵な贈り物で必要になるアイテムになってます。で、場所としては城塞高地にあります。なのでクエストとしては何でもいいので、適当に城塞高地のものを受けて出発すると。で、エリアとしては5と8のちょうど間あたりになっているので、そこまで実際に移動します。ここまで来たらね、この右側の壁をかけり虫を使って登っていきます。ここの突き出した部分ですね。ここまで登るとおごそかな収納箱というのがあるので、ここから取れます。特産品なので生産アイテムになりますね。ちなみにですが、このサイドクエストの達成報酬はお供とガルクの武具解放になってます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。